わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、アニソンリミックスを作ってみようということで、早くも第3弾なんですけれども、動画で第3弾か、もう4回目の連載になるんですが、ですね、今回は吸い出したボーカル、前回の動画でですね、前回の連載で、まあ、逆位相をぶつけて、ボーカルを、まあ、吸い出してしまおうというところまでやったと思うんですけども、まあ、それを、まあ、うまいこと加工していくっていう前に、まあ、下準備がもう一つありまして、今回はそれを紹介したいなと思っております。今回ご紹介するのは、まあ、いよいよディリゲント製品登場なんですけども、ファブフィルター社のプロ Q2 という、まあ、イコライザーですね。こちらの画面見ていただきたいんですが、ポン。はい。こんなものでございます。はい。で、このプロ Q2、まあ、何ができるかっていうと、単純に帯域で、まあ、ボリュームと言いますか、帯域で、ボリュームを調整できるものでございます。で、ですね、こう、吸い出したボーカルなんですけれども、まあ、やってみたことある方は、まあ、なんとなく、あれやりたいんだなっていうのが、思ってるかと思うんですけども、逆位相でぶつけても、ちょっとエフェクトの違いだったりとか、まあ、カラオケ音源と原曲で若干そのエフェクトミックスの仕様が異なったりとかすると、まれにちょっとゴミが残っちゃうんですね。ジュワーっていうなんかフランジャーのかかったような音が、随所随所に出てきちゃったりとかするんですけども、そういったところを、まあ、お化粧といいますか、まあ、手直し一回して、行った方がいいということで、このプロ Q2 を使って調節をしていきます。はい。で、ですね、まあ、プロ Q2 こんな画面なんですが、まあ、まずは今回、まあ、毎度のことながら、吸い出したボーカルを使うなんてとんでもないことはできないので、今回はまた同じようにサンプルを使いたいなと思っております。まあ、一回サンプル聞いてみましょうか。いきますね。はい、まあ、こんな感じの、まあ、アニソンとは、まあ、縁もゆかりもなさそうだけども、なんかこう混ぜ込んだら面白いことできるんじゃないかなみたいな、まあ、ちょっとトラップ調の、ボーカルデータでございます。で、まあ、こういったサンプルだったら、そんな加工を、特にする必要なく、もう下準備する必要なくどん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 加工していったりですとか、まあ、編集エディットしていくっていう風になるんですけれども、吸い出したボーカルの場合は、まあ、若干のそのゴミが残っています。ジュワーっていう音が入ってしまってたりとかするので、そういった時にこの Q2 で、その部分を押さえてあげましょう。ですね、この画面見ていただきたいんですが、まあ、こんな感じに、波形がブワーって出てきます。で、これ何を表しているかっていうと、帯域なんですね。ですね、これちょっと下見ていただくと、20、50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K とかって出てるんですけれども、まあ、これいわゆる帯域です。で、その帯域を、抑えてあげるっていうのを必要になってくるんですが、プロ Q2 の場合、こうやって視覚で見れるので、目で見て確認ができるので、あ、どこでジュワっていっちゃってるんだなっていうのをすぐ捉えることができます。はい。で、まあ、今回はサンプルデータ自体が、まあ、そのジュワっていうようなものではないので、このまま進行していくんですけれども、はい。ですね、これもし、そのジュワっていうところを見つけた場合、このノッチっていうのがかなりおすすめです。このノッチで、いらないところだけこう押さえる。で、Q の幅を広げたり狭めたりして、で、元々の印象をちょっと崩れないぐらいに押さえてあげるっていうのが、ベストです。はい。じゃあちょっと、もう普通に、サンプルデータ、もうこれはジュワっていうのはないんですけれども、まぁ、ちょっと調節がてら聞いてやっていきましょう。はい。元々の通常の状態がこれ。まあ、ちょっと抑えられたかなっていう感じはすると思うんですけども、まあ、雰囲気は残ってますよね。逆にこう広げすぎちゃうと、もう単純にフィルターかかってるみたいな感じになっちゃうので、いらないところピンポイントでノッチで、下げてあげる。っていうのをしていくと、かなり、綺麗にボーカルの吸い出しの後の加工がしやすくなるんじゃないかなっていう感じです。
で、ですね、もともとそのボーカルを吸い出した段階で、なんて言うんですかね、そのボーカルのデータ、吸い出したデータ自体も何かエフェクト入っちゃってることって結構あるんですね。まあ、例えばリバーブですね。リバーブがかなりこう、モワーンっていう風に、もう空間で思いっきり広がってるボーカルとかもあったりするので、そういった時は結構しっかりめに押さえてあげたりですとか、あとは、低音域がまれにちょっと、もう思いっきり入っちゃってるみたいな時もあるので、そういった時は逆にこう低音に当てて、まあ、こんな感じに止めてあげる。で、ですね、止める時はこれノッチっていうよりかはどっちかっていうともう本当にローカットだったりとか、いろいろとこのですね、Q2 の場合は、この調節の波形のやり方いろいろとあるので、これで、面白い感じと言いますか。狙ったところを取っていったらいいのかなと思います。で、あとはその結構こもった、ボーカルにしたいっていう時はこのバンドパス、これ非常におすすめです。かなりですね、なんていうんですかね、ラジカセから出てくるような音になると言いますか。まあ聞いてみればわかります。はい、まあこんな感じに、かなりこもった音というか、古いラジカセから出たい音を再現したいときはこのバンドパスが非常におすすめかなと思います。これをやるとですね、あるジャンルだとかなり、ピタッとハマってくれたりとかすることがあるので、僕個人的にバンドパスすごいおすすめしております。で、まあ、あとはその単純にオートメーションですね。オートメーションを書いて、この、Q バンド帯を、揺らすですとか、そういったので、もっと面白い加工ができたりとかっていうのもできるので、まあ、その初めの Q2 で、今この段階でやるのは、まあ、例えばノッチだったらノッチで、こっちか、ノッチで、バンド帯をもう思いっきりもう絞るようにして、こんな感じですかね。よいしょ。まあ、こんぐらいかな。はい。で、これでまあ、こういう感じで、ちょっとやりすぎた。もうちょっと。まあ、こんな感じですね。これでまあ、邪魔なところどんどん省いていって、で、下準備をここでする。で、もう一つ、プロ Q2 を立ち上げると。プロ Q2。はい、ありますね。まあ、こんな感じに、イコライザー2本刺すっていうのも非常に有効です。1個目で下準備。で、2個目で、ちょっとこう、例えば、フィルターっぽい感じの使い方するとすれば、まあ、こんなベルとか、まあ、バンドパスとかもう本当に自由気ままにやってくれて問題ないと思うんですけども、まあ、例えばこんな感じにしていただいて、で、これを、オートメーションで動かす。はい、今オートメーション書いてないんで、ちょっと、矢印カーソルで動かしただけなんですけれども、まあ、こんな感じに、音で遊ぶための Q2 の使い方と、音で下準備するための Q2 の使い方、2つやっていくとかなり、リミックスの幅広がってくるんじゃないかな、ボーカルの使い方広がってくるんじゃないかなと思っております。はい、ではですね、今回は、どちらかというと、その吸い出したボーカルをそのまま自分のアレンジしたトラックに乗せるタイプの時に、使える方法なんですが、逆に、自分で作ったトラックに、今度はボーカルを、刻んで盛り込んでいくっていう風な手法のやり方、まあ、いわゆるカットアップっていうやり方をですね、次回は紹介していきたいなと思っております。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。バイバーイ。